ーい食べた食べたはいこれよし。いいぞ。やったぞ。続けていこう。そこだ。やったぞ。
やったぞ。いいぞ。よし、それ。よし。いいぞ。やったぞ。
落ち着くんじゃ、ヒマリ。落ち着けるわけないでしょ。どんどん状況が悪くなってるじゃない。ヒマリ、ジジモンに八つ当たりしても仕方がないでしょ。事態を悪化させたのはジジモンではないわ。いえ、むしろ悪い状況を正確に把握できたのはジジモンのおかげなのだから。リッカ、あんたどっちの味方なわけ。敵とか味方とかそういう話ではないでしょ。私は事実を冷静に客観的に判断して。ああそう、だったらここで冷静な人たちと話し合ってればいいじゃない。決まり、ついてこないで。結局私とリッカは住む世界が違うの。リッカには私のことなんて分からないんだよ。ああも感情に振り回されるとは。そういう言い方はないんじゃないか。自分じゃどうしようもないことでずっと停滞して動けないのって。こう、いや違うな。俺ももっと強くならなきゃ。そうだろ、雪村。タオモン、言い過ぎじゃ。彼らはデジタルワールドのために不安を押し殺して頑張ってくれておる。そうだな、知らずのうちに私も気が立っていたのかもしれぬ。いや、今あんたが行くのは逆効果になりかねない。
おい、ひまりの方を任せていいか。私、お前は留守番じゃ。これはデリケートな問題だからの。子供扱いすんな。私も二ひまりを追う前に、お主にも実は BH プログラムの感染者を特定する反そこまでは朗報なのだがな、この全員が陽性反応を示 BH プログラムは潜伏型で、発症までには個体差があるようだが、発症の時期、兆候を発症すればどうなるかは。事態の困難さが飲み込めたようじゃな。そう、わしらは皆いつ発症してもおかしくない、危険極まりない。お前さんたちのパートナーももはや一刻の猶予もない。何としてでも対処法を見つけねば。頼む、コウタとヒマリを連れ戻し、 BH プログラムの対処法を見出すために力。ん？心強い。私からも恋願う。デジタルワールドの命。よいか、嬉しいな。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 
私のパートナーが、ひまりが追いついたのだけど、この近くにいるはずなの。一緒に探してくれると。ありん。妹がいたの？うん、双子の妹でね、まだ小学2年生なの。きっとあの子たち、でもリッカのことも大切だから、デジタルワールドをちゃちゃっと救って急いで現実世界に帰ろうと頑張ってみたけど、状況はどんどん悪くなる一方だし。ほんと泣かないで
ひまり。そうでしょう。そういえば、リッカが襲ってくる直前、俺のせい？試作型アンチプ…でも、呪いの発言を遅らせることはできても、か、ということは、リッカは、ひまり？わ、バカ。何言ってんの？怖いわけないでしょ。もし今度異構築しそうになったら、その時は絶対に、だから、余計な心配しないで。ひ、これからは私が。生意気言っちゃって。あっ、タオモンのゲート、助かる。ええ、いろいろありがとうね。一生ついていきたいくらい。雪村。おお、エキゾーストフライム。どうした？そんなことで。俺が見つけた時からずっとこのままじゃ雪村が持たないのは目に見えてる。情けない大人ですまないが。止めないでくれ。これは俺と雪村の問題だ。ほら、どうし、ま、そうだ、頑張れ雪村。俺たちそのためなら何でもするって決めたよな。まずい。踏ん張れ雪村。自我を失いさえしなければ。雪村、何やってるん。なんで？よしよし、そうだ。でい！いいぞ。できた。これを。聞いてるぞ。聞いてるぞ。よし、続けていこう。よし、そら、そうだ、いいぞ。いった、この調子。いいぞ、やったぞ。
もう一度アンチプログラムを試してみてくれないか。効果ありか。俺の独学プログラム、思ったよりいい線いってんじゃないか。これな、ああこっちの話だ。それより今はどうしてそんなに焦ってた。こういう結末が想像できないほど子供じゃないだろうに。俺には何もないから。確かなものを。こいつは明らかに特別だし、俺だけなんだ何もないのは。自分で言うのは格好悪いけど、勉強もスポーツもそつなくこなせたし、周りの空気を読むのも得意で、どっちかというと羨ましがられる側の人間だったんだ。でも真剣に進路を考えなきゃ、みんなが夢とか目標を語ってる横で、俺はなんとなく毎日楽しくやって、なんとなく就職して、そこそこの人生を歩き、急に足元がふわふわして、そんな時デジタルワールドに召喚されたんだ。ここでは自分は特別なんだって思えた。でもこいつと会ってからは特に思い、挙句一番大切にしなきゃいけないパートナー、最低だな。バカだ。どこまでもお前を信じて、お前のために体を移行築しても、お前のこと、お前を心配して駆けつけてくれる仲間だ。気づいてないだけで、自分にしかないものなんてのはいつだって。そっか。いいタイミングでお迎えが来たようだ。雪村を休ませてやらなきゃな。職業病ってやつだね。カッコつけすぎた。偉そうなこと言ってる当人がこいつに、ま、自分のことを棚にあげるのはお前もゆっくり休んでおいた方がいい。アンチプログラムに移行地区の新たな可能性か。おお、お主久しぶりね。ようやく映像通話が可能な状態まで回復できたわ。すべてあなたたちの活動のおかげとはいえ、まだそう長くはこの状態を維持できないの。まずデジタルワールドの異変、これはすでにご存知の通り、異変に気づいた私は対処の可能性を探って、この世界の領域、一つの世界の異常が他のデジタルワールドへ悪影響を及ぼしていく。あるデジタルワールドが人間世界へ侵食し危機を引き起こした例もある。だから小さな異常も対処しておくに越したことはないのだけど、 BH プログラムによって私は自由が利かない状態にされて、状況を打開するために私がしたことの中に、デジタルワールド自身が持つ実装のプロセスの中には、現実世界の人間をデジタル化して召喚する。なるほど。昔のあなたがそうだったように、デジタルワールドは危機にそういった手段を用いることがある。じゃあ私たちがこの世界、ええ、デジタルワールドの石。そうだったのか。じゃああの正午の時の大会のつなぐ、今こうして映像を飛ばして会話ができるところまで来たのは、あなたたちが世界の危機に抵抗し、でも BH プログラムへの対処はあなたたちとデジモンが力を、うん、それじゃがな、わしらもちゃんと仕事。豆尾殿の独自開発した試作アンチプログラムを。これはお前に言ってなかったな。ヒマギとコウタの一件もあって特艦でもう一つ作ったのを使用、うん、実際の使用データも大いに役に立った。ああ、それはどう。この世界はいい人間を選んで召喚できたよね。残る問題はアンチプログラムをどうやってデジタルワールド全体、デジタルワールドの地球には網の目のようにネットワークケーブルが、サーバー棟からアンチプログラムを送れば全域に行き渡らせること。現在
このデジタルワールドのネットワークは正常に機能し、おそらく無限ドラモンが暴れた際に機関ケーブルのどこかにトラブルが生じ、それを修理しなければ一斉送信。破損箇所をまず突き止める必要がある。各地の一つ一つ解決していくしかないだろう。私も情報を集めるわ。まだ完全に自由にはならないけど、レジ目くらいなら出せると思う。